こんにちは、ティキトです。今回もビグパーティーのギフト開封をやっていこうと思います。81件ギフトが来てるんで、ちょっと今あのプレゼント送れないようにしてたんですけど、まあそのせいでね、コミュニティでなんかあのプレゼント送れないからこいつは偽物だってコミュニティに書かれまして、ちょっと今はね、あのギフトがたまりすぎると削除されちゃうんで、ギフトはね送れないように設定してありました。じゃあギフトをねまた許可します。で、じゃあやりましょうか。じゃあまず一人目、ピエール・メルエ・パリ第1号さん、三日月と星のワンピ YouTube いつも見てます、女装に使ってください、あーいあーいってなんかお笑い芸人に似たよな。ワンピいいね、つけたいですね後で。で次ピッキーさん、いつも YouTube 見てます、フレンドになれたら嬉しいです、よくある芝生、ありがとうございます。チロンさん、お敵都市聞いてください、今肉食べてるかと思ってたらサンマ食べてました、適当し明日サンマ食べてねどういうこと？まあ食べてもいいけどさ、そうね、まあサンマ今全然旬じゃないけど、まあ覚えてたら食べますわ。次まひるさん、 YouTube 拝見してもらってます拝見してもらってますだとちょっと意味変わってくるぞ、動画に出たら嬉しいです、出してます、カラフルチェックローテーブル茶、ありがとうございます。ちょっと今ね、さっきお酒を飲んでたのでちょっと頭がね回らない可能性あるんですけど、そこはちょっと許してください。猪之助と富岡さん、リコがなくてすみません、両替して使ってください芝生をさリコに変える行為を両替っていう人初めて見たな。日向さん4件送ってくれてますね、わっほい白目。テキトさんの由来、名前の由来って何ですか？これはねちょっと本当になんか言うのも恥ずかしいんですけど適当です。次あ日向さんか、これからもゴリゴリの大人頑張ってください、頑張ります、本当にねゴリゴリの大人なんで、ゴリゴリの大人さんですか、そうです。次リビの豆さん、いつも動画見させてもらってます、よろしければフレンドになりたいです、裸のクマの王様ダボダボ島パンツ、長名前、ありがとうございます。島パンツはね本当にめちゃくちゃ欲しかったんで嬉しいです。チョコフラペチーノさん、献血リコたまったらいっぱい送ります、芝生99枚を2回くらい送ると思うありがとうございます。今のとこ来てないですね。ナナさん、いつも見てます、テキトさんとフレンドになるだけで幸せです、できたらお願いします、頑張ってください。いやなんかフレンドになってくださいっていうのすごい来るんだけど、俺とフレンドになって何が楽しいのかな。花江さん、こんにちは花江です、有料ギフトの話なんですけど何か欲しいものとかありますか、教えてくださいね、ニコニコスマイルブロック青。いやその有料ギフトすごいありがたいんですけど、まあ、本当に気持ちだけでもう嬉しいので、これからもよろしくお願いします。ももかさん、どうぞロマンスウェディングの芝生、ありがとうございます。ももかさんもう一個ですね、フレになりたいとか言ってみます、おこの顔文字かわいい、日本人にはない顔ですね。ルナさん、君は誰？私はトトロ。は？まあこれはちょっと本当に返答に困るこれは本当に返答に困る。田中さん、これ一応有料ですよ、あの日の夏祭り砂の床、2リコぐらいかな、予想2リコで。黒瀬くんさん、テキトさんフレンドになってお願い、ならないなら認知してくれるだけでも。なんか黒瀬くんって昔から見てくれてる人にいた気がするんだよな。ギャラクシーピアス、ありがとうございます。コンさんかな、これあげたる、フレンドになってくれると嬉しい、裸のクマの王様の王冠、すげえ。なんか王冠ピグパーティーで入手するの初めてかもしれないな、後でつけてみましょう。裸のクマシリーズがあるんだな。田中さん、よくある芝生32個ありがとうございます。マナトンさん、今これしか送れませんけどいつかいいのあげ、マッスル、おマッスルってことはこれあつ森配信見てくれてる人かな、ありがとうございます。月城さん、テキトさんの声めっちゃ好きです。最近リコたまんなくてあんまりギフトは送れてない、ありがとうございます。芝生9個月城さんね、いつもグッピグ、グッピグじゃねえ、いいねか、いいねしてくれるんでありがたいですね。エビチャさん、無言無言だ。ノルディック柄ポシェット、おお。そしてあ
コメント残してくれてる。最近暑いですね。暑いね。でも俺家から全然出てないんで、もう冷房キンキンの部屋にいつもいます。ピピイチゴアイスキャンディー、かわいい。これ大きかったらめっちゃいいな。テイさん、てかスイカの服3つ送ってしまった。今度は焼きそばパンにします。ピピ焼きそばパン手持ち。スイカの服3つ送ってしまったって、これギフト開封のネタバレにならない？最近一番ハマっている YouTuber がテキトさんかもしれません。テキトさんが大好きです。マジか、お目が高いね。うん、すごいいい目をしてると思いますね。これからもずっと応援してます。なのでスイカのシャツをあげましょう。フレンドなりたいです。いやー、そうね、私もなりたいんだけど、そのピグパーティーのフレンド上限が2000人とか3000人ぐらいになったら、あのもう本当にフレンドになりまくりたいと思います。本当に本当にお願いします。これサマーウォーズ思い出すな、あのエンターキー押すやつ。プリンさん、いつも YouTube 見てます。突然ですがフレンドになってください。編集も頑張ってください。応援し応援し、編集、そうですね、まあ俺あんま編集頑張ってないんですけど、まあこれからは頑張りたいと思います。柴犬さん、フレンドになってください、お願いします。のんびり怠け者詰めるぬいぐるみ、かわいい。これ怠け者言うてめっちゃかわいいんだよね。水さん、テキトさん、いつも動画見てます。またキュウヨさんと佐藤さんとのコラボ待ってます。頑張ってください。ありがとうございます。佐藤さんとキュウヨさんも喜んでます多分。花江さん、テキトさんこんにちは。またまた花江です。今度課金してテキトさんに課金物ギフトしますね。何情報51個ありがとうございます。そしてもう1個だね。テキトさんの実写版めっちゃ嬉しいです。ハラペコアオムシ可愛いですよね。あ、これめっちゃ前のギフトだこれ。ハラペコアオムシの服で動画撮ったの結構前よ。お、芝生99個だ、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいな。名前がマジで何にも持ってませんなんだけど、恐喝されてんのかこの人。ピグパお届け便チケットください。くれたら絶対ください。ピグパお届け便チケットって何、まずわからん。エビチャさん、毎日送るの忘れてた。いいね。怠け者のドアなの。そんなに怠け者シリーズあるのね。来た。あの、YouTube やめた方がいいですよ。どうしよっかな。ちょっと、どこの馬の骨とも知らない人にね、やめた方がいいと言われてもね、まだやるかな。エルチャさん、ギフトです。4日目。2日忘れたのは、気にしない殴り、ハッピーテディビア20個。これ現実でベアぬいぐるみ20個送ってたら結構やばい人よ。月城さん、プエプエプエポポ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 ポ、ジュンリンコ、ジュンリンコかな。ロングパーカー付きスタジャン、とてもお安いものですが受け取ってください。使わなくても結構です。今 YouTube 見ました。今 YouTube 見た、もう本当に YouTube 見た瞬間にギフト送ってくれたんだろうね。ありがとうございます。ルイさん、無言恐竜パークの卵ブロック、ありがとうございます。卵ブロックも可愛いよね。海花さん、テキトさん、私がキュンをしたら返してくれてありがとうございます。なんかすんませんなんで謝ってんだ。いつもね、キュンをしてくれる方ありがとうございます。できるだけ返してます。いつも YouTube 動画見てます。ファンです。あとポケコロの動画も見たいです。お願いします。まあ、ポケコロもね、ガチャが来たらできるだけ上げれるようにしてるのでお待ちください。Q さん、サイコパス診断します。おお、なんだ。あなたはひどい頭痛に襲われました。そこに一人の女性が心配して、こちらに来ました。はあ、ですがあなたはその女性を殺してしまいました。どうして、どういうこと。俺がめっちゃ頭痛でもうやばい、頭痛すぎるって言ってるところに一人の女性が心配してこっちに来たんですよね。大丈夫ですかみたいな。でも殺してしまった、なんでだろう。これあれじゃないですか、実はその頭痛で痛いって言ってる場所が自分の家で、その一人の女性が心配してこちらに来ましたっていうのは、実はその強盗、まあ不法侵入してこうナイフ持って襲ってきたけど、俺がめっちゃ頭痛でうわーってなってたから、まあ、女性がね、大丈夫ですかって言ってきたんですよ。それでお前誰だって俺が言って殺してやるって言って殺してしまったってことじゃないかな。私はそう思いました。
一般人の答えが、憎いまたは嫌いだった不快だった。なるほどね。でサイコパスの答えがその人の声を聞けば頭痛が治ると思った。ん？どういうこと？じゃあ俺はもう一般人でもサイコパスでもないってこと？怖すぎるわ。それが一番怖いな。人間じゃないらしいです僕。ミヤさん、いつもお疲れ様です。フレンドなるまで私部屋にいます。さっきいなかったけどね。テキトさんお願いいたします。ピエン、うん、ありがとうございます。メウさん、テキトさん YouTube の情報が来て、ギフト送ります。 YouTube に載せてくれ。どういうことだ？まあ載せました、とりあえず。ちょっとよくわかんないけど。ミサキさん、動画頑張ってくださいね、頑張ります。エルチャさん、3日目、プロフが見るたびに増えてる気がする。何のことだろう。プロフが見えるたびに増えてる気がする。フォロワーのことかな。エビチャさん、のんびり怠け者詰めるぬいぐるみ。あ、この怠け者詰めるんだ。なるほどね。一番下の子かわいそうだけどね。雨上がりレイニーの高い壁、ありがとうございます。ゆいさん、これからも頑張ってくださいね。お、メルティーバレンタインラブラブベア、ありがとうございます。さやさん、テキトさんこんちくわ、お元気ですか？元気です。私は元気だぞ。よかったですね。動画に出してください。テキトさん、いろいろ頑張ってね。いろいろ頑張ってね。そうね。まあ、人生いろいろありますからね。頑張りますよ。ルイさん、なんだろう。お、雨上がりレイニーの床、30個。ありがとうございます。月城さん、なんだろう。芝生か、19個。ありがとうございます。黒羽さん、フレンドフレンド。おお、まただ。王様の王冠。やった、これで2個つけられるわ。わあ、霧雨さんめっちゃ来てるな。じゃあちょっと下の方から受け取ろうか。ポケコロピクパやってます。フレンドなったら毎日送ります。絶対なってくれない。わあ、こうな、どうせなってくれないでしょみたいな感じでこう攻めてくるタイプか。なりません。質問1、ペット飼ってますか？めっちゃ飼ってます。まあめっちゃっていうか鳥をね8羽ぐらい飼ってます。質問2、今あるガチャで一番欲しい目は何ですか？あのね、最近昨日出した動画のなんだっけ、あの和風のガチャのスーパーレアが欲しいです。質問3、てんてんてん、どういうこと？もう思いつかなくなっちゃったの。いや悲しいよ。あー、悲しい悲しい。あー、怖い怖い怖い。黒羽さん、フレンドなりましょう。よろしく。裸のクマの王様の高い壁6個。なんか裸のクマシリーズちょっと可愛い説あるな。黒瀬くんさん、テキトさんフレンドなって。なってくれないの？ピエン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 。なんかバイクのさ、エンジン音みたいだね。白猫さん、おいおいおい、中指立ってるよ。怖い怖い。トイプーラグ。アイテム、あ、送ってくれたアイテムが可愛いんだけどね。中指が立ってますね。ルイさん、裸のクマの王様ダバダバ島パンツ。あ、これ一番最初にギフト開封した時にもらったやつですね。これで2つ履けます。美咲さん、テキト様は、うんちとトイレの細菌どちらが好きですか？うんちとトイレの細菌？トイレの細菌もうんちでは？つまりミクロうんちと普通のうんちどっちが好きかって話ですよね。まあ、僕は大きいものが好きなんでうんちですかね。エルチャさん、ギフトです。2日目、最近暑くてやばいっす。わかる、本当に暑いね。エビチャさん、認知してくれるまで送り続けます。エビチャさん結構わかりますよ。認知してもらうために毎日ギフト送ります。お、スイートナイトのサテンコーデ。何これ、可愛らしいじゃない。頭のキャップがなんか牛乳のさ、なんかこう配達郵便で送られてくる牛乳に乗ってるこう包み紙みたいですね、帽子が。などさん、 YouTube いつも見させてもらえてもらっていただいてます。YouTube 出して、リサイクル用チャンネル登録したよ。ありがとうございます。45個。ちょっと喉がめっちゃ乾く本当に。エルチャさん、これから毎日ギフトするつもりです。いつまで続くかな。確か最近だと続いてない、来てない気がするな。エルチャさん、ツイッターはテキストなのにピグはテキスキになってた。怠け者詰めるぬいぐるみ、やった。この怠け者ちょっといっぱい詰みたいね。そしてマグロさん、 YouTube いつも見てます。これ着て真の裸テキトになってください。これからも頑張ってください。でもダボダボ島パンツよりさ、真の裸テキトになるためにはもう何も履かない方がいいのでは。ロージさんかな、大ファンです。頑張ってください。ありがとうございます。イナリスさん、ピグパじゃんけん毎回アイコになるんですけど運命ですか？いや、なんかね、よくコメントで来るんだよね。こう毎回負けてるとか毎回アイコとか、なかなかね、俺に勝つ強者が現れないんですよね。ゴリラッパーぬいぐるみ、ありがとうございます。ルアさん、ファイト、ありがとうございます。
おっとっとっと、ルイさん、なんだろう。お、王様の王冠めっちゃつけられるぞ、これ3つ、今んとこ3つつけられますね。月城さん、アバエ書いたんでコミに載せます。お、これいつのだろう、見たかな俺、多分見たな。ありがとうございます。よくある芝生。そしてラスト、いやもう81件か。おはぎさん、なんだろう。お、内巻きエアリーショート黒、きっと似合うと思うのでつけてみてください、似合うと思います。というわけで、81件全部開封し終えました。多分ね、まあ60人ぐらいかな、60名ぐらいの方々が、今回送ってくださいました。皆様ありがとうございます。じゃあちょっと気になったものつけていこうか。このペロペロキャンディーっていうかアイスクリームめっちゃでかいじゃん、嬉しい。もうこういうね、手に持つアイテムででかいアイテム、右手アイテムがすごい好きなんですよね。あとはこれか。あ、じゃあこれあんま服着ない方がいいかな。あ、ダボダボすぎない？こんなダボダボだったんだ、見えちゃうよこれ、大丈夫？ちょっとコンプラ的に。というわけでね、今回普通に可愛くね。で、まあこの目も可愛いんだけど、この王冠とかね、ゴリラッパー、アイスキャンディー全部可愛いと思います。というわけで、ここまで見てくれた方々、高評価、そしてコメント、チャンネル登録をねしていただければ嬉しいです。というわけで、あ、ピクパじゃんけん忘れてたわ、じゃんけんチョキ、終わり。